こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンのクリックをぜひお願いいたします。ヨーロピアンプロのさ、動画を大会終わったあたりにすぐ動画にしてね、出したかったんですけど、そもそも大会やるのが日本時間の明日でした。どうしようどうしよう、ネタないなって思っていてね、まあいたんですよ。ただまあ今日というか、まあ今日か、アメリカで行われたバトルインデザートクラシック、これ男子はメンズフィジークしか行われない大会なんですが、そこで優勝してオリンピア出場を決めた選手がめちゃくちゃかっこよかったんで共有させてください。筋肉量と綺麗な逆三角形で見せてくるこの男の名前はジェイソン・フィン。ジェレミー・ポトビンと同じチームゼログラビティのチームメンバーとして活動しているジェイソン、2018年に USA チャンピオンシップスで優勝して IFBB プロになっているんですけど、2019年もそれこそジェレミー・ポトビンが優勝した大会で3位に入っていたり、去年からトップ5に入る回数が増えてきて、というかまあ去年からトップ5に入り始めてきて、実力を着々とつけてきたジェイソン。スティーブン・カオが出ていた今年のボーダーステートプロでは3位でしたが、今回の大会でプロ初優勝を決めました。というか、こうやって見比べるとさ、いかにマッスルコンテスト系のライティングが、別にディスるわけじゃないんだけど、そういうわけじゃなくて単純にライティングがいかに悪いかっていうのがよくわかるよね。暗すぎる、筋肉がもう見えない。でコンディション自体はほぼそんな変わらず、まあ少し前回よりいい気もしますが、ライティング違いすぎてね、判断がほぼできません。フロントで見ると胸のボリュームすごいし、ウエストは細く腹筋の厚みはしっかりと出ている。で背中が広くね、フロントで見るとすごく広く見えるのと、肩幅が広いから逆三角形が本当に綺麗で、両腕を当てるタイプのポーズですが、三頭筋も太くてね、腕がすごく目立ちます。でこれは2017か18の時との比較だけど、三頭筋のこの張り出しっていうのもすごく強化されてるんですよね。でこれはかなりオリンピアでも楽しみなフロントポーズだなと思いました。バックポーズに関しては立体感はかなりあるんですけど、背中の広がりがフロントで見た時の印象よりはない気がしました。年々成長はしていますが、バックポーズの時の広背筋のグワンっていう広がりが出てくると、まあ、かなり強い選手になるのではないかなと。ちなみに同じ大会で2位になったチャージャ・グラント、彼は一体今年だけでいくつ大会に出れば気が済むのか、 OQS ポイントランキングで2位になりました。現在はオリンピア出場圏内です。おそらくシカゴプロにもね、出てくると思うので、まあ、ここで4位以内、3位以内に入れば、まあオリンピア出れるんじゃないかなと思います。今年6大会出てるからね、シカゴ出たら7大会、ほぼずっと減量してます。そのうちトップ5に4大会入ってる。でシカゴでも仮に入ったら5大会がねトップ5だから、まあすごいとは思う。でここまで来たらオリンピアにね出てほしい。最後は昨日紹介したビタリー・ウゴルニコフ、本日大会だったみたいで優勝しました。他の選手と比べると圧倒的ですね。特に下半身はかなり太る。でおそらく来月の大会スペインのやつが一番大事っぽいんで、コンディション自体は 100% っていうわけではないと思いますが、それでもアマチュアで勝てる選手はほとんどいないんじゃないかな。でこの人の 100% とプロになった時のニック・ウォーカー、これをね比べてみたかったです。ということで、少しでも面白かった、ためになったと思っていただけたら高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているんで、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャー。